55からのタケノコ生活日本後期全現代語訳森田邸を平安京遷と川尻亜京をガイドに読んだ感想です日本後期は日本初期植日本儀に続く直線の生死です西暦792年から833年までの約40年間の記録であり関武天皇の11年目から 平成、佐賀、純奈の各天皇の時代です。なお、本には現代語訳と漢文の原文も収録されています。また、平安京戦とは日本後期の出来事の解説として、私の理解の良い助けとなりました。さて、日本後期上官は、関武天皇の遠略11年から24年です。関武天皇の時代は大忙しで、平安京戦と、 北海国との外交、諸国日本儀の完成、仏教者の規律の改善、基金対応の減免税、津波、富士山噴火、陸奥の江氏への遠征、遣唐使などがあった。桓武天皇は平安京からの遷都は禁じたので、後の新たな遷都の負担はない。一方、中間と下関では平勢、佐賀、純奈の各天皇の。 合計約30年間についてです。桓武天皇の時代からの負の遺産の長岡京平安京遷都と江市遠征のための民の疲弊と財政悪化がありさらに長雨やら水害逆に干ばつで毎年のように発生する飢饉と天然痘などの疫病の蔓延沢良親王や伊予親王への鎮魂 などに対してその時々の天皇が責任を感じ税を減免したり罪人の恩赦をしたり祈祷をしたりしたただそれにもかかわらず現実は厳しく地震や飢饉は続いたこうした出来事が年月順に記録されていて登場人物に坂上の田村麻呂最長、空海など著名人もありこの約40年間がどういう時代だったかが わかりやすかったですご視聴ありがとうございます終わり